あへへへへへへへ。よしよししてほしいのね。今から撮影するんだけどね。この下にウサギちゃんがよしよししてくれと私の膝をカリカリしてきました。どうしたもんか。どうも皆さん、ドクター歯科衛生士エトゥイのあかねです。はい、ツイッターの方では実は大々と告知したりとか、今から生放送出ますみたいな、ツイートしていたんですけれども、私今日の朝ですね、本当に今日の朝、さっき帰ってきたんですけど、東陽町にありますショップチャンネルさんというのにですね、出演させていただきました。生放送初出演ということで、まあどういった様子だったのかっていうのをですね、今日はお話ししていくような企画でございます。お寿司をつまみながらお話しさせていただきます。はい、こちらのお寿司をいただいていきます。まあ今日はすごい大食い企画って感じじゃなくてですね、もうせっかく生放送終わった後で、まあ、感じたところみたいなのをねお話ししていくような機会がメインなので、全部は食べません。さすがに全部食べたら今日はちょっときついんで、そういう日じゃないということだけご承知おきください。はい、じゃあ今日はこんな価格でいきます。すごい酢の匂いがすごいわ。酢飯、お寿司がね久しぶりですね。だいぶ久しぶりです。ここにお醤油は置いてある状態です。で、今回まあ生放送ってことでですね、早速ちょっといただきながら行きますけれども、あかね先生ということでね呼んでいただいて、大変嬉しかった、楽しかったですね。楽しい、本当にねいい機会でしたよ。ちょっといただきましょう。じゃあまずはイカさんからいきまーす。イカさん、うん、なんか何から食べようか悩みますね、久しぶりに食べようとすると。はい、マグロちゃん、卵、うん、で今回今日が1月29日で、朝の9時から10時の生放送ってことで、本当にね生放送で出演させてもらったんですね。まあ、地上波ではないので、まあ、生放送ってみたいなところあるかもしれないんですけど、まあ、生放送ってリアルにね一般の方に向けたっていう、こう YouTube じゃなくて本当にもう生放送って形で、まあ、テレビっていうことでですね出演させていただいたのは初めての機会だったわけなんですけど、基本全部台本は特にないっていう状況でしたね。もちろんベースとなる台本、まあ、こういう形の内容をまあ話してくださいみたいなのはあったんですけど、まあ、基本は全くそれ通りはやっぱいかないっていう、生放送なので結構司会者の方、キャストさんがこう振ってきた内容にまあ答えるっていう感じなので、若干やっぱニュアンスとかも違いますし、全てがね台本のそれこそ棒読みみたいな感じになると視聴者さんに伝わらないっていうことでですね、まあ、本当にアドリブガンガン聞かせるみたいな感じなんですよね。そのあたりが非常にうまいなというふうに感じましたし、まあ、どういうタイミングで振られるんだろうみたいなところはありましたね。アナゴ、で通常の生放送なら生放送で、まあ、私も YouTube ではありますけど、こういうライブとかってやってるじゃないですか。で結局 YouTube だってもう一気にワールドワイドな世界ですよ。見る人限られていたとしても、配信のツールとしてはもう誰でも見られるってことで、もう世界に、ね、ワールドワイドに発信してるという意味では同じなので、生でね話するっていうのは慣れてるとは思うんですけど、ただですね気をつけないといけないのは、結構 NG ワードとかやっぱりあったりするので、まあ、今回商品についての説明だったり、まあ、ブラシの監修者としての意見をお話しさせていただくという機会だったので、まあ、あんまりねこの商品が絶対いいよみたいな、やれば絶対もう完璧ですみたいな風な説明は当然ダメですし、言ってはいけない言葉とかねその辺もあったので、まあ、こういう言い方ちょっと気をつけてくださいとか、言い回し注意ですみたいなのは、まあ、事前にあったりしたので、ある意味そういうの頭に入ってると、あ、変なこと言っちゃいけないなっていう縛りというか、まあ、いつものこの YouTube でやってるような感じではないプレッシャーっていうのがありましたね。うわ、これ美味しそう、すごい、これ美味しそう。中落ち、中トロ、中トロマグロ、うん、ウサギのブローチ褒めてもらいましたね。可愛いですねとか、ウサギ年ですからねって、ウサギ年とかじゃなくてウサギ大好きなんですって、私といえばウサギっていう感じでやってるんですってことで説明させていただいてですね、みんな褒めてくれました。可愛いですね、いいですね。意外とこの座ってる時の感覚っていうのは結構困るなと思って、
足気をつけないととかいろいろ気をつけないといけないこと出てきちゃうじゃないですか。もともと上半身だけ映るっていうイメージだったんで、普通に着替えなくていいやとか思って、上しか映んないでしょって思ってそのまま行ってたら、ズボン下だけ私服みたいな感じになってましたねっていうぐらい結構当日やってみないと分かんないみたいな、ことが多々ありましたね。でもそういう意味でもこういう、もうライブっていう生放送っていうのは、まあ、事前の準備ね、本来のそういう番組とかだったら結構打ち合わせとかもたくさんするんでしょうけど、それこそリハーサルとかするんでしょうけど、まあ、こういう商品紹介とかっていうとですね、ぶっつけ本番的なね、まあ、リハっぽいのありましたけど、いやありましたけど、ただそんなね本格的にじゃあ場所使ってみたいな感じはなかったので、臨機応変にやれるかやらないかが、まあ、結構自分の力量というか技量というかね問われるところかなというふうに思いましたので、あ、それなりにあの臨機応変の能力があるんじゃないかなみたいなふうには思いましたね。初めて知ったことっていうところが、カメラが当然めちゃめちゃいっぱいあるんですよ。すごい高性能なカメラが無人なんですよ。人間が操作してそうなイメージじゃないですか。でもね、もう完全に自動でしたね。誰かがカメラマンっていう人、多分遠隔でどこかで操作してて、普通にタイミングでこっち向いたりとかするんですよ。ウィーンウィーンみたいな。カメラたくさんあるんですよ。6?7 台ぐらいあったかな。まあ私を映すカメラっていうのが 1,2 台あって、でその1、2台が私の出番の時にこっち向くみたいな感じで自動でね動くんですよ、カメラが。驚きましたね。なんか人間がやってるのしか見たことがなかったですし、もうカメラを持ってる人がいないっていう状況が初めて見られましたし、それがもう今の普通のスタジオなんだなっていうことを知れましたね。あとはですね、結構ざわついてます。普通こう撮影してる時とかって、オンエア中です皆さん静かにみたいな感じになるのかなと思ったらですね、結構ザワザワしてますね。ザワザワというか普通に喋ってたりしますね。ここでお二人が撮影でね喋ってるんですけど、じゃあ先生こんな感じでみたいな感じで普通にね、こしょこしょとは言わず、当然小声ではあるんですけど、普通に喋って、小声で、小さい声で、ね、喋ってるので、あんまりこうこの本人以外の声以外は全然音拾わないカメラってことで、まあそれも性能がいいからこそできることなんでしょうけど、あ、そういうシチュエーションなんだと思ってね、意外とこうみんな静かにみたいな、絶対音を立ててはいかんみたいな感じではないというところも、まあ撮影現場の雰囲気っていうのをですね、なんか見ることができましたね。まあ、そうカメラ以外のところの様子っていうのは意外と人が多いですし、テレビを撮影するための現場っていうのはその裏には多くの人が関わってるなっていうのがね、改めてわかります。社会科見学行った子供の感想みたいになっちゃってますけど、テレビってやっぱお金かかるなみたいなのがすごい感じましたね。あとはまあ自分のカメラで、まあ、自分の感じで自分のペースでやるっていうのに、まあ、慣れてるのが現状ですけど、そうじゃないパターン撮影っていう、しかも生放送だから段取りとかもうその時に合わせてやらないといけないっていうところとかもですね、また一ついい経験させていただいたなっていうところが、まあ、感想ですね。これを元に何かっていうことはないですし、それでたくさんお金もらってるわけでもないですからね普通誰もが経験できることじゃないと思うので、まあ、そういう経験ができたなっていうところが私にとっては大変価値のある時間でしたね。で、終わった後にですね、結構褒めていただいて、参加させていただいたね、その時のキャストさんだったりとか、データ確認しますみたいな方からも褒めていただいたので、まあそれは純粋に嬉しいですよね。やっぱ誰からにしてもですね、褒められるのは非常に嬉しいことなんで、ただ、あれですね、映像だと、目の下のクマがさ、すごい気になって、ほら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 、ほら、これとか、なんか、興味ないですか？寝不足とかね、年齢とか、そういう以前の問題で、高校生の時から、あったんで、それはそれなんですけど、なんかこの撮影の現場でめちゃめちゃ目立ってるから、初めて私を見た人にとっては、あ、なんかこの人寝不足なのかなみたいなね、研究やりすぎてんのかなみたいな印象を与えてないか、若干そこは心配ではありましたね。まあ、この機会をもとにですね、一人でも多くの、まあ、一般の方々にもですね、 A2E のアカネというところで知っていただくいい機会になればなお嬉しいなと思いますし、まあ、そもそもそうじゃなかったとしても、私としてはですね、なかなかないレアなね機会をいただきまして、また一つ自分にとっては
成長になる要素なんじゃないかなと思ってますので、このような機会をいただいたですね、もう伊藤超短波さんから始まりまして、皆さんにですね、この場をお借りして感謝したいと思います。ということでですね、視聴者の皆さん、こんな感じでどんどんいろんなところに進出していくかと思いますので、これからも、皆さんの応援あってこそですからね、ぜひ引き続き A2E チャンネル、どんどん動画見ていただいてですね、必要に応じてコメントだったりいいねだったり反響いただけると嬉しいので、よろしくお願いします。A2E は就職活動のサポートも行っています。A2E チルドレン募集中です。詳細は概要欄をチェック。